名波貫禄の3点、サポーターも納得の拍手。同じ競技じゃないみたい。違う競技だよ。ここまで4人を終えて名波が3点でトップ。そしていよいよ真打ち登場。お待たせいたしました、我らが上昇寺です。これね、かなりのプレッシャーですよね、これね。まあ、なんとか頑張りたいと思います。はい、はい、それではお願いします。やはりね、最後大鳥上昇寺、上昇寺、上昇寺。熱い上コールに応えるように上はいいスタートを切ることができる。上さん、上さん、違いますよ。上さん、ゴールはこっちですよ。よくやる、テレビ上がってますね、もうね。ありがとうございます。それでは準備はいいでしょうか。はい、よーい、スタート。さあ上昇陣、これはどうだ。あら、ちょっと難しい。さあ2本目、これは決めてきました。しっかり決めた。これはあと一つで同点。これはどうだ。あー、まだ2ポイント、まだ2ポイント。大事に決めて、決まった。さあ、あと一つ決まれば、あと一つ決まれば、あーっと今同点。さあ、これ決めたい。決めろ、決めろ、上昇寺。あーあれだろ、これで疲れちゃうんだ。上、ナナミに並ぶ3点をゲット。疲れちゃった、疲れちゃった。さあ、しかしこれ3ポイントが2人並んだということで、皆さん今一度20秒でトップ2人、ゴンさん違いますよ、ゴンさん。この後、ナナミとジョーの同点決勝、果たして勝つのは。ジョーとナナミの同点決勝となったフリーキック対決。制限時間は20秒に変更。最初のキッカーはナナミ。よー、大事にいきたい。まずは決めた。1ポイント、2ポイント。これはいいぞ、巻いてきて。あ、これはダメだ。さあ残り10秒9 8 7 7。このままでラスト5、しっかりこれ巻いて、決まった。1終了です。お見事、ナナミヒロシ3ポイント。これはまずいぞ。だが、この後ジョーがまた見せる。フリーキック対決、同点決勝は先攻のナナミが3点、ジョー上回ることができるのか。お願いします。よーい、スタート。あっと、これはどうだ。どうだ、入ったか。どうだ。さあ残り10秒です。9これ2人で仲良く5万円分けるということにしましょうか。3人でいいんじゃないですか。3人で3人でいいんじゃないですか。2人じゃ分けきれないでしょ。3万を分ける。3万ずつ、3万3000円ぐらい。3人の方が分けづらいと思うんですけれども。こうしてフリーキック対決はジョーとナナミの両者優勝で幕を閉じた。いやー、お見事、すごい。意外にやるでしょ。いや、やりますよ。だってナナミさん現役ですからね。しかも名手ですよ。名手、フリーキッカーですかね。実はだからね、現役の時僕に蹴らしとけばよかった。本当にでもそういうことになりますよね。いやいやいや、すごいじゃないですか。蹴らしとけばよかったかもしれない。本当に、いやいや、素晴らしい結果だった。意外でしたね。見せましたよね、同点決勝でまた同点っていう。これはすごいですけども、一番見せてくれたのはゴン中山さんですよ。さすがですよね。あれ勉強になりますね、我々も。若手芸人でもあんな出ないですよ、前に。まあ、ただね、あのジョーさんもね、一回ボケて逆に蹴るっていう。いやいや、あれはよかったね。あそこら辺はやっぱ最近の上昇につけてきたなと思います。